こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の3月21日、時刻は22時です。現在の枝コインの値段は 3.23 円ですね。昨日から 8% 下がってまして、1億枝ぐらいの取引量ということで、ちょっと落ち着いてはきてますね。はい、ちょっとチャートの方確認しますけれども、ずっと3円前後で触れているという状態ですね。ちょっとここへ来て、上にね、行ったので、ちょっとまあもう上がっていくかなと思ったけど、まあ3円ぐらいに戻ってきてるというような状態です。ちょっと長いスパンで見ますとこんな感じですね。はい、で直近安値はここですよ。直近安値はここですね。ここずーっとだからここで、はい、超えて、あららら、超えてまたそこのレジスプライに戻ってっていうところですよね。はい、だからまだちょっとね、これは下落トレンドだぞっていう可能性もありますよね。こういうふうに来てますから、でドンと。はい、じゃあ下に行ったらね、帰るときに変えたいと思います。はい、じゃあちょっとツイッターの方を確認したいと思います。はい、今日は4つお伝えしたいと思います。1つはですね、チャールさんが AMA でですね、桜の写真を送ってねって言ってたので、この方がね、日本の方じゃないと思うんですけど、これシアトルなのかな、送ってますね。だから、日本の方も送っていただければいいかなと思います。まだ、私のところはまだ咲いてなかったので、また咲いたら送りたいと思ってます。はい、あと次にこれですね。エマゴのインドネシアの記事ちょっと初めて取り上げるんですけど、これインドネシア語なのでちょっとわかんないんですが、サプライチェーンの話だと思います。インドネシアはね、コーヒーの産地にな結構有名だと思いますので、でここで実際に、ここにサプライチェーン、ブロックチェーンということですね。なので、他の国でもやろうとしているし、まあ。ナイキとかでもね、いろいろやってましたし、まあ、いろんなところでサプライチェーンに、ブロックチェーンをね、体のブロックチェーンを使うということで、はい、インドネシアの方で実行っていうかね、やってそうですということです。はい、で、3つ目はですね、こちらですね、カイトゥリンさんっていう、この方、体のファンデーションの方ですよね。この方が、違ったかな、コロナウイルス、エブリワン、プリーズ、ジャスト、テイホームということで、ウイルスがね、外に広がらないように、あるいは、自分が引っかからないように、プリーズ、ステイホームということで声かけてまして、で、この下のね、よく拝見するエイダテイメントさんが、クレイジーグッドエクスプレイナービデオバイということで、いいビデオ、すごいいいビデオがあるということで紹介されてますので、ちょっと見てみたいと思います。ぜひご覧になってほしいと思いますね。はい、クリックすると、ここに来ます。ちょっとアニメになってますね。コロナウイルスエクスプレインド、What you should do ということで、何をすべきかということが、8分のビデオで説明されています。In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human, and what should we all do?はい、ちょっと全部は、お伝えできないんですけど、体の中でこのようになってしまうんですよとか、あと、実際に、感染していくしやすいと。で、この絵ですよね。よくニュースとかでも出てきますけど、感染の、急患な感染をね、とにかく止めましょうと。そのために、みんなね、マスクしたり、いろんなことをやってほしいんだと、そうすべきなんだということです。なので、なんかからしのついたコンタクトレンズを目に入れるぐらいのつもりで、ちょっと気をつけた方がいいよと。ね、で、楽しくないけど、頑張って家にいましょうよという、啓蒙のビデオになってますけど、本当に、なんていうんですかな、全般的なこと、医学的なこと、感情的なこと、生活のこと、一通り、このビデオでなんか網羅しているような感じがしますので、ぜひご覧になってはいかがでしょうか。はい、このラスヤンなんとかさんっていう方ですね。はい、
はい、で最後はですね、この龍馬さんという方が、カルダノはやっぱり素晴らしいぜよ、行くぜよ100兆円ということですね。はい、で、ここでゆうたさんも、大規模な採用後100兆円になってほしいと、この AMA でチャールさんが言ってたよということです。はい、ちょっとそこをね、チェックはまあしないかな。ですね、どこだったかな。ちょっとメモったんですけど、46分のあたりで、ワントリリオンってね、チャールさんが言ってます。A だとしては、もういろいろ広がるって、まあ、総額100兆円、まあ、ワントリリオンドルの、ぐらいのね、なるように広めていきたいということで言ってました。なかなかね、具体的な数字が出てくると、ちょっとそこをね、やっぱどうしても気になっちゃうんですよね。まあ、ジャルさんがこう言って歌って、揚げ足取りみたいにならないようにはしたいんですけど、やっぱり気になるので、ちょっとね、計算してみようかなって思ったので、ちょっとお付き合いください。はい、ですね、これが、ワントリリオンドルですね。ワントリリオンドルは1兆ドル。で、1兆ドルは、まあ、ほぼほぼ100兆円ですね。サウザンド、ミリオン、ビリオン、トリリオンと。で、ワントリリオンは、ワントリリオンは、1ドルは109円ですので、まあ、110円かな。はい、まあ、109円でちょっと計算してみました。で、ADA の発行数は、上限が、450億円ですね。いや、450億 ADA。はい。で、報酬用のキープしてあるやつを除くと、320億 ADA ということになります。なので、これは円で、ここは円ですね。でこの109000を45、あるいは32で割れば、だいたいね、このチャールさんが言ってる100兆円、1トリリオンドルに、まあ、ADAの時価総額がなったときに、いくらかなっていうのは計算できちゃうわけですね。で、それをちょっと計算してみると、こんな感じで、自分が計算すると、2422円という形になります。ここの、450億ADAをね、ちょっと使いましたけど、これで、計算すると、こんぐらい、2400円ぐらいになるんじゃないかなということで、まあ、いろいろ妄想するときにね、2400円になったらいいなということで、妄想するにしても、妄想する目安がないじゃないですか。ね、ビットコインみたいに80万円とか120万円に、220万円、230万円行くのかななんて思う人もいれば、まあ、まずは100円だろう。まずは、この間、ね、ちょっと実績のある120円、130円だろうって思う人といろいろいると思うので、だから、それぞれですけど、また一つね、まあ、基準って言うと言い過ぎですけど、なんか、みんながね、ちょっと目指す、ここら辺を見るっていう、なんか、目安がね、一個できたかな。まあ私はちょっとこれを目安にね、長期ホールドしていきたいと思いますので、ご参考になれば、ということで計算してみました。はい、では、実際の値段に戻ります。はい、3.24 円ですね。14,012.9×3.24。で、元本が10万円ですので、54,598円のマイナスということで、54.6% のマイナスになります。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。先ほどビデオをちょっと見ていただきましたけど、コロナウイルスね、皆さんでちょっと、気をつけていきたいと思います。では失礼いたします。